キリンをかたどった、香炉三彩図へに描かれた、キリンキリンは、中国神話に現れる、伝説上の動物の一種、太平の世に現れる。獣類の蝶とされ、鳥類の長たる鳳凰と秘せられ、しばしばイに扱われる。ただし、ワイナンコによれば、王竜が、ンバを、ケンバはキリンを、キリンは、初獣を生んだのに対し、鳳凰は、乱蝶を、乱蝶が、 諸鳥を生んだとされており、キリンと対応するのは正確には、鳳凰より生まれた、乱鳥となっている。日本語と、朝鮮語では、この伝説上の動物に似た、実在の動物も、キリンと呼ぶ。形は鹿に似て大きく背丈は5メートルあり、顔は竜に似て、牛の音馬の蹄めを持ち、規格、中の一角性肉。背毛は五色に彩られ、毛は黄色く、体には、 鱗がある。古くは一本格、もしくは角のない姿だが、後世では二本角や三本格で描かれる例もある。また、日本では、東京都中央区の日本橋に立つ、キリン像が広く知られているが、この像には、日本の道路の起点となる日本橋から飛び立つという、イメージから、翼が付けられている。原型制作は彫刻家の渡辺長男。 普段の性質は非常に穏やかで優しく足元の虫や植物を踏むことさえ恐れるほど殺傷を嫌う。神聖な幻の動物と考えられており千年生きるという動物を捕らえるための罠にかけることはできない。キリンを傷つけたり死骸に出くわしたりするのは不吉なこととされる。また、来期によれば 王が一しのある成人を行うときに現れる神聖な生き物、随住とされ、法王、霊気王竜と共に四霊と総称されている。このことから、幼少から引い出た際を示す子供のことを麒麟ジや天上の石麒麟などと称する。孔子によってまとめられたとされる古代中国の歴史書、春秋では、 成人不在で太平とは言えない時代に麒麟が現れ、捕らえた人々が麒麟を知らず気味悪がって打ち捨てて、しまったことに、孔子は深く定年し筆を置いてしまうという、いわゆる、革麟の記事を持って記述が打ち切られている。織田信長は、麒麟という字を具現化した顔を使用している。その理由としては、信長が、 将軍は利氏に代わって自ら天下を統一しようという願望を抱いていたためとされている。キリンにはいくつか種類があると言われ、青いものをソビエコ、赤いものを炎ごま、白いものを作命、黒いものを橋、角炭、黄色いものをキリンという。平和の後悔をきっかけに調合されたキリン民の平和による南海遠征により、 文献遺体が到達したアフリカ東岸諸国から実在動物のキリンをはじめ、ライオンヒョウダチョウシマウマサイなどを帰国時の1419年に運び、エイラクミカドに献上した。エイラクミカドは特にキリンを機に、入り、伝説上の動物、キリンに姿が似ていたこと。また、現地のソマリ語で首の長い草食動物を意味するゲリの音に似ていたこともあり、 実在のキリンとして沈潮したと言われる。以上の英楽帝の一見以後、中国の学者たちは、キリンがキリンではないことを理解していたが、日本語においては、明治時代の田中吉浦博物学者たちによる、訳語制定の中で、キリンが、和歌案として持ち出され、最終的にキリンが採用された。また、日本語だけでなく、朝鮮語においてもキリンは、 キリンと呼ばれている。一方で、中国語では、キリンは、キリンではなく、長首鹿と呼ばれている。キリンのように足の速い馬のことも、キリンというが、漢字で書く場合は、辺を鹿から馬に変えて、木とすることがある。木は、古字では一日に千里も走る素晴らしい馬とされる。ことわざ、木も置いてはドバに劣るは、中国戦国時代の書物。 戦国作、聖作、生後の、聞きの、水なり土場先の毛ふんの剣なり女子、勝幸きが語源。ありがとうございます。